ゆうまのパニックハウスチャンネル、タルタです。さあ、今日はですね、本当に賑やかなゲストの方々お迎えいたしております。ご紹介お願いします。はい、公衆美人チャンネルのノリチップです。あごみです。あ、いいんですよ、かぶっちゃった。あごみです。あ、レオくんです。私は公衆美人ではないんですけど、ベッチャンネルです。よろしくどうぞ。お願いします。お世話になって、いや本当に嬉しい、お久しぶりでございまして、チャンネル出るのもうだから結構夏ぶりぐらい。嬉しい、ありがとうございます。この番組、今回はね、のりくんところの公衆美人チャンネルさんの方にも私お邪魔させていただいてまして、同時コラボで配信させていただいておりますので、そちらの方もこれ見終わった後に行っていただけたらなと思います。さあ、今日はですね、私、はい、パニックハウスのお店、はい、新宿二丁目に来ていただきまして、ちょっとお酒飲みながら乾杯しましょうよ。よろしくどうぞ。お願いします。今日はね、お土産で山梨のメーカー大好きなの、セリシグレオン。もうね、ちょっとこれおつまみにしながらね、ちょっといい話しゃべる。昨年かな、のりくんのお店にもお邪魔させていただいてさ、その時にここの社長もいらっしゃって、男前でも本当に本当にいただいて、男でもね、もう今度はね、社長のおくにちゃんもね、食べたくなりますけど。もうレオくんも会いたかったしさ、元気してた、元気ではなかったか、そうやね、ちょっと体がな、あれで、ちょっと心配しててさ、私も、ね、大丈夫かなと思って、もういっぱい連絡くれてね。いや、言ってたよ、すごいダメに言ってんの、あいつどうにかしろみたいな。違うね、それはするじゃないか。嬉しいなって、やっぱ弱ってる時って嬉しいじゃないですか。もっと可愛いんだから私。癒し系エンジェルって呼ばれてる、2丁目で初めて行きました。あんたブラックデビルって書いてある。あんた甲府のブラックデビルって呼ばれてるでしょ。まあ、そうかもしれない。怖いわ。結構文句も言われないしね。言われないじゃん。言わせない。しかもちょっと戦い。そんなあったの、甲府で。あ、まあ、昔、いやオープンの時ちょっとな。だってもうパイオニアやからね、うん、山梨でゲーバーがなかったんだから、それを作ったんだから、もうなんかもう全然気にしないね、今もちょっとこう叩かれて炎上してるとか、そのなんか私は見ない、うん、基本見ないんだけど、うん、そんなあんの、そうなんかあるの、爆祭っていうサイトがあるらしくて、で私は基本的に見ないけど、ほらどっかの誰かが見て、ああじゃねえこうじゃねえって伝えてくるわけで、も私も全然微動だにしない、もう本当に、本当にすごいなって、私はもう去年も行かせてもらってさ、大繁盛でなんかパワーもらえるお店やなって私も感じましたし、で今ヒロ君のお店もあるし、で興奮の中でもゲーマーが増えていったりとかして、本当にね、やってないね、ことを誰もが0から1作るってすっごく難しいからね、それをやったっていうのはやっぱ私たちもこの昔から歴史ある街でね、先輩方に乗っかってさせてもらったところが多いから、それはやっぱほんまにすごいと思う、私尊敬しております。仲いい芸のお客さんが来てて飲んでて、でうち芸のスタッフさんが一人おって、でもう一人が新しい子で、でその子になんかユーマの嫌なとこって何なのみたいなこと聞いた冗談で、まあ別にそんなのよかったけど、何何教えてよって、なんか悪くとかあったら直すよみたいな飲みながら言ってて、まあ、その新しい子がなんか聞いた話なんですけど、女の子のお客さんにガチでキレて、なんかガチで怖いって聞きましたみたいなことを言われて、なんかまあそんな実はあるけど、なんでお前に言われなあかんのって怖い怖い怖い、だからさ、それこそもっと面白おかしい言ったらって、そうだよね、なんか何なのって、でも怒る理由があったから怒ってるわけじゃない、そう、例えばそうそう、私はね、そうそうそう、だから理由もなく怒ってたら、ただのおかしい、怖いね、まあ、それは女に厳しいのもあるよ、そう、でもちょっとそこに何か理由があるじゃない、で そこも加味して話してもらいたいの、面白おかしくね、そう、まあ、そんな女いてさーみたいな、そう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 、でその子、まあ、まだ私と数ヶ月やから入って知らんかったから、なかったないですって言ったらいいやん、まあ、なんか言おうっていう意識は大事なんだけど、なんかそんなさ、面白おかしくボケられもせえへんのに、いちいち言うな、怖い、怖いわ、関西だ
そうだ、そうだ、関西だし、いやいやいや、いやけど、ほんまやなボケは大事だよね。そう、でもそれで私スイッチ入ってさ、止まらんくなってさあんたさ、職場でそんな人に言ってさ、なんか私もそんな分お金払いたくなるわってボロかってちっちゃいから私は人間が、分かってるんです、ちっちゃいんですよ。でそのスタッフはもう辞められて、それが多いらっしゃる強い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 ね、成長するよね。どうな、言いたいことなんかあるんやったらいいやな。いや、うちはどうやっておるから言いたいことない。おかわり、おかわりもらっていいですか。ちょっと飲み、飲んで言う、すいません、ちょっと飲みます。そうそう、飲みます。自分とかだけで言われへんことな、ええやんか。そういうところが嫌です。そうそう、え、いいとこから聞こう。あ、そうだね。まず最初嫌なとこやったら、えー、でもいいこと入ってけへんやつ。え、そんなことな、私心で言わなくて大丈夫。いや、あ、何今ごめんな、ちっこくて。どんなん、どんなんいいとこは、ね、尊敬してるとこは体型どこ。ねえ、あ、ほら、逆襲されてる。ほら、怖い怖い、仕返し、仕返しだよ、これ。尊敬してるとこ何。すいません、すいません、お願いします。濃いめで、濃いめで、濃いめで行きましょう。幼年のこと、いや、ファンと思うけどな。尊敬するとこでしょ。うん、あのね、なんだろう、厳しいんだけど、うん、その厳しく言った後にアメとムチなのかな、うん、すごい響くんだけど、なんか最後癒してくれるみたいな。どうなの、なんか乳首舐めてくれるバーナー、絶対言うのか。今、後にバーナーにバカやろうってことだ。どういうこと。なんか普通にあの結構お叱りされるんだけど。お叱りされる。お叱り、お叱り、お叱りお叱りされてる。お叱りはお叱りされる。お叱りされるの。されます、全然されます。だけどその後になんかご飯連れてくれたりとか。優しいよ。なんか濃いめ？濃いめにしてます。ふざけた。濃いめで飲もうよ。久々の。どんなことでお叱り受けるわけ？レオ君お叱りされてるとこ見たことあるん？え？流行るよ。そんなに。レオ君からしてどう？アゴミママ4年いて、アゴミさんママになりまして4ヶ月です。でも、うん、あのそのもうずーっと見てるから、あ、そうね。それに比べたら5枚1個分ぐらいは。5枚1個か。5枚1個でかいよ。5枚1個でかいよ。5枚1個分ぐらいは成長してるし。あとは人の話を聞くようになったかな。あー、そうね。あの 言ってふぁーんじゃなくてちゃんと聞くようになったっていうのを、あのほら、たまにお手伝いで入ってるんですけど、ね、そうそうそう。あとは、ね、あの周りが少し見れるようになった。今まではもう、そう、自分がやることだけとかだったけど、少しずつこう周りのスタッフの動きだったりとか見て、あ、あの人が今ここにいるなら私は今こっちに着くとか、今でもみんなで固まってもう、あ、同じことみんなで、いやー、同じことみんなで、いやーみたいな。マジで。そうじゃなくて、そうじゃなくて、それができるようになったかな。あなたはあれやって、ね、あなたはあれやってっていうのが少しずつ知ってたかな。ね、なんでたまにしか手伝わない僕がみんなにあそこついてここついて洗い物やってんなって言わなきゃいけないの。これはあなたの仕事よって。なるほどね。1日目は何も言わずに自分がブワッて動いて、うん、見せて、見せて、でそれで営業終わった後にもうのりちゃんは自然とそれを見てるから、あのレオ君の動き見てた、あれをあなたがやるのよって言って、2日目はちゃんとできるように、まあ抜けてるところはあるけど、まあ意識は伝わったかなっていう感じで。そうそうそう、やっぱあるのよね、そういう意識が伝わるの。サービス業のプロやから。だけど、ええ環境でおるなと思うわ。本当にね、あり、内面の優しさっていうのがあるじゃない。うん、さっきもママが言ってた、アゴミママのこうピュアな優しさみたいなのは、いい子だ。そう、それはなんか違う、またゲイバーの形を作れるんじゃないかなって。おー、早く泣くし早く涙を流すし、早く今このタイミングで早く目がつに持ってない。ほら、私的なものはやっぱね、やっぱまあ年齢もあるけど、あと育ってきたそのゲイバーの活動もあるけど、結構ガツガツオラオラっていうか、こうザオネもあるし、うん、またこうなんかネオゲイバーじゃないんですけど、次世代のゲイバーっていうのができるかなっていうのがね、あったりとか考えて、アゴミちゃんのカラーがね、出せて、だからお客さんの層も全く、うん、そう、それでいいのよ。今まではほら
こうのりちゃん目当てで両方ともなんか似たよ似たようなっつったらあれだけど、そのお客様が上行ったり下行ったりっていうのもあったけど、私も上行ったり下行ったりも言われてよ。のりちゃんのりちゃんそれが減ってきて、だんだんのりちゃん目当ては上に集まってきて、その分アゴミに流れてくお客さんもいるけど、それはそれでいいバランスだし、そうそうそう、素敵素敵、時間だよね、経験と時間と、そう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 、一生懸命やってた、見てくれてるしね、お客さんは。どんなイメージ、二丁目、若いあなたからしたら。最初は私怖いイメージが、あ、怖い、二丁目って、おお、なんか行ったことない時は、そこで上みたいな、あだと思ったら、うん、優しい街だったら多分甲府より優しいと思う。甲府どんなんなのよ。怖いけど、そうなの、甲府って。優しい、まあ、いろんな人が来るからね、全国から、だからまあそうね、いろんな人をこう接客してるからっていうのもあるかもしれない。そう、だからやっぱり甲府だ、こう言ってるのか分かんない、甲府だとやっぱ新規開拓しづらい、あー、あ、お店、そう、だからのりちゃんが知ってるお店とか、うん、どうしてもね、新規レールが先に行っちゃうから、そう、だからそこにやっぱ行っちゃうから、で、そこで、え、あっちもそう見ちゃうんだ、どこの子ってなるんですね。全然違うところでの、また人間関係、それでまたお店来てくれて嬉しいよね、うんうん、だからもう隙間作ってって言って、別にラーメン屋とかでもいいしな、普通のご飯屋さんでも何でもいいわけよ、そうそう、飲み屋じゃなくていいんだ、仲良くなったから、仲良くなったから、そうそうそう、じゃあ繋げてシャンパン飲みましょう。え？せっかく。何？いいね。今日ね、もう貴重なお時間もいただいたし。ありがとうございます。お花もね、ひろまもと私のお花も誕生日で。いや、もういけんくてごめんと思って。もう一義もちゃんと送ってください。嬉しいですもん。いや、また何かやるとき言ってね。出していただきますんで。もちろんもちろん。シャンパン。え、本当にいいの？ありがとうございます。萌えねくちゃんに、じゃあ萌えねくちゃんいいですか、いいの、萌えねくちゃんいいですか、ありがとうございます、嬉しい、お気に入りでございます、ありがとう、じゃあさせていただきます、そうだね、ありがとうございます、よろしいでしょうか、ゴールデンハウスさん、レンボーハウスさんの方に皆様お願いいたします、あごみママもいらっしゃいます、はい、レオくんもね、たまに出てるもんね、はい、ということでありがとうございます、公衆美人チャンネルさん、チームレオくんもありがとう、イエーイ、おしきりもえちゃんいっぱい泣かせー、あーあーいけるよ、イエーイ、イエーイ、おしきりもえちゃん、はい、いただきました、ありがとうございます、すごいよいしょ、嬉しいんですけど、あ、うちのスタッフもいっぱいいいですか、あ、もちろんもちろん、あ、でもほら、飲めないから、あ、でもこれ、これ一杯飲もうかな、あ、大丈夫、無理しないで、うん、大丈夫、ありがとうございます、頂戴します、久しぶり、嬉しい、ありがとうございます、おしゃれだね、YouTube の撮影で、え、飲みながらってありますYouTube で、私あんまないんだよね、だから嬉しい、新鮮、そうだね、見てる人も新鮮だと思う、うん、最初は、うん、だってお店付き合いとかちゃうからね、 YouTube での私がコロナ中生配信とかしててメッセージくれたんだもんね、最初、最初ヒロマを見てて、そうそう、ヒロ君が見てくれてて、おもろいのいるよみたいなあの人に言われたんだよ、で私も一緒に、ね、見るようになって、でスパチャとか投げてくれて、絶対ちょっと落ち着いたら行きたいねが始まりだったから、山梨で芸をやってるって、甲府にある時代が知らなかったから、うんうん、すごいなあ、でも、いやもうなんだかんだ付き合いになってくるんで、コロナ中やったもんな、だって自粛してたもん、そう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 、ありがとうございます、おいたねそうなっちゃうよね、そうよ、そうなっちゃうよね、最近の聞きたいんだけど、多分さ、まあ、山梨の芸の人も見てくれてるか分からんけど、まあ、そっち山梨とかね、方面の人とかもおったりもするし、うちのチャンネルも、その芸事情ってどんな感じなの、山梨の、うん、今後は今2、3件あんねんろ、ゲーバーは、あ、そうだね、ほんで、芸人こいつだって結構おん、結構るやっぱおるよね、隠れ芸が多い、あー、うん、でアプリないもんとか、うちは芸のね、アプリとかも、やってるけどあんま顔出せへんとか、やってない人もいると思う、やってない人の方が多いかも、うん、そう、逆になんか掲示板とか、そう、昔ながらの掲示板とか、あとその、そのさっき言ったそのバックサイドサイト、その掲示、まあ、まあある意味掲示板でとかっていう人、うん、やっぱ見バレしたらあかんみたいな多いの、そう、なんか顔出しはできないけど、まだまだいるみたいなっていうのと、最
最近はすごい若い子が倍率が多い。バイセクシャル、バイセクシャル来てくれてて、絶対のんけだなと思ってたら、うん、実はバイっていうのとか。なんで若いの食うてんの。いや食うてないよ、食うてないなあ。けど違う違う、なんで若いの相談してくるとか。あ、相談。そうそう、それすごいね。そう、うん、いけるんちゃうんだろう、友達に。いや、ちょっと無理よ、若すぎて、私年上じゃないんで嫌なんで。ええやんの、若い子。あ、そう、相談してくるんだ。僕ちょっともしかしたら男いけるかもみたいな。そういうのが多いね。あとスタッフに相談してくるとかあって、え、そうだったのみたいな。私は知らないふりしとくねとか、ほら、あ、まあ待て前があるからな。そうそう、でもほら一応なんか情報は入れてくれてとか。そうそう、でもそうやってほら言える環境ができるって。そうや、いいや、うん、店があるからちょっと怖いでしょ。恐ろしいよね。恐ろしい。え、でもだから逆にそれとこの半年自分で、あ、間違ってないなって。いきなり数字はって言った。いやいや、今ぶっちゃけ、ね、面白くなってまいりました。だから、なんだなって、ぶっちゃけ、なんぼなって、貯金なんぼ最初不安だったよ。貯金なんぼ聞いて、聞いて、聞いて、やっぱりほら、やっぱりエースが抜けないと。お金聞きた、お金聞きた。お金は後で話すけど。最後までご覧ください、最後までご覧ください。